音急です。それでは第1部、駅前編をご案内していきます。まず、リニアの工事から見ていきたいと思います。高層ビルが建っている南側から歩いてみます。この建物が東西自由通路につながる港南口のエスカレーターや階段を上がったビルになります。この建物の下を東海道新幹線と並行して走る道路の地下でリニアの工事は行われています。この道路は並行して建っている高層ビルへの出入り口にも重要な役割を果たしています。工事中のため歩道も車道と別になっているところもあります。しばらく歩くと目の前に大きな建物が見えてきました。リニアの建設は地下40メートルの深さで行われています。建設資材を地下へ運ばなければならないと思います。この建物の中で行われているのでしょうか。私は建設機材について詳しくありませんが、なんか重々しいものが出てきました。奥にも扉が開いているところがありますので見に行こうと思います。ここは何するとこなんでしょうか。よくわからない機械がいっぱいあります。ひょっとするとここでトラックの出入りをし、必要な資材を外から中へ取り込んでいるかもしれません。建物の横に大きな筒が2つ突き出ています。これはリニアの地下工事と空気の入れ替えをする装置でしょうか。八ツ山橋付近の歩道橋から品川駅の方を覗いています。今後、品川駅と高輪ゲートウェイの間に高層ビルが建つと、ここからの眺めもガラッと変わると思います。すでに港南口にはたくさんの高層ビルが建っているのですが、これからさらにまだ建とうかというのですから、すごいと思います。港南口に戻ります。帰りの道は東海道新幹線と工事の建物の間を抜けていくようになります。ビルと筒の境を下から見ることができたので、ちょっと見てみました。間近で見ると結構でっかい構造物です。港南口の下へ戻ってきました。下の工事状況も見てみたいと思います。タクシー乗り場やバス乗り場が1階にはあるのですが、ここもリニアが開業する頃には大きく変わると思われます。リニアの品川駅は2面4線で建設される予定です。引き上げ線はできないそうです。港南口品川駅の北側外れの方に来ました。リニアのホームはこの辺りまでになると思われます。アトレの中にあるエスカレーターを降りてくると、このタクシー乗り場の目の前に出てきます。港
東南口の2階、東西自由通路の付近を少し眺めてみます。リニアモーターカーは今立っている下あたりの地下に出来上がる予定です。東西自由通路です。高輪口と江南口を自由に行き来できるのはこの東西自由通路だけです。東海道新幹線の改札は東西自由通路の東口側、北側と南側に1箇所ずつあります。東西自由通路は新幹線の2面4線、在来線の15線をまたぐため非常に長い通路になっています。京急が地上の2面4線になった時にはこの階段もなくなります。なぜなら今は高架の京急の下をこの階段を降りることでくぐっていくようになります。東西自由通路から北側を見ています。京急が地上に降りてきて高層ビルが高輪ゲートウェイ方面に立つとこの景色も相当な様変わりをします。それよりも何よりもここの正面には北広場ができるので眺めは全く変わります。東西自由通路から南側を見ています。正面に見えているのが京急と乗り換えのできる中間改札の通路になります。京急は地上に降りるためこの中間改札も当然なくなります。はい、それでは高輪口へエスカレーターで降りてみたいと思います。はい、正面に見えてきたへっこみが京急の高架になります。この下をくぐります。2029年までにこの辺りが2面4線の京急の品川駅になります。正面に見えているタクシー乗り場もほとんどが京急の品川駅に使われます。タクシー乗り場を背に JR の改札口へ上がるエスカレーター階段を見たところです。京急につきましては第3部で詳しくお伝えしますので、本日の動画では省略させていただきますが、今立っているあたりが2面4線の地上ホームのほぼ中央に立っていると思われます。目の前の広場の先が国道15号線ですが、この上が全て西口広場になります。よって今のような明るい景色ではなくなります。目の前のビルは京急第10ビルになります。もう約半分ほど取り壊しが終わっています。このビルも2面4線化されるための取り壊しになります。高輪口のこの景色もあと何年見れるか分かりません。もう一部は工事の準備が始まっているところもあります。確かここには料金高めの蕎麦屋さんがあった気がします。ザクロ坂にある歩道橋から品川駅を眺めています。今国道15号線が見えているこの辺り一帯が西口広場になり、国道が見えなくなるぐらい覆われます。
今私が立っている後ろには新しくビルが建つようで、この1階にバスターミナルが入るようです。取り壊しされている京急第10ビルと品川駅の間から京急線が少し見えます。列車の通り過ぎるのを見てみました。今見ている方向ですと、この正面が北口広場、右側が西口広場ということになります。いずれにしましても、広場ができた後は京急は地上を走りますので、今度は広場から地上を走る京急を見るような形になります。京急の品川駅も国道15号から少し見ておきたいと思います。京急につきましては第3部で詳しくやりますので、今日はこの外の15号線からの眺めだけを動画に載せます。京急は今走っている列車の運行を止めることなく地上の工事をやるため、間もなくすると工事用の壁が張られるようになります。したがって今のような何もない景色を撮れるのは今のうちとなります。ご覧の通り、一部区間ではすでに工事用の壁が張られているところもあります。どうでしたか？第1部の JR 品川駅、駅前編につきまして、少しは参考になったでしょうか？第2部の品川駅プラットフォーム編は、4月10日土曜日23時頃にアップする予定です。第3部の京急品川駅編は、4月12日のアップを予定しています。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録ぜひよろしくお願いします。